レイモンド・ジェームス・スタジアムは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパにあるスタジアム。NFL のタンパベイ・バッカニャーズ、カレッジフットボールのサウス・フロリダ・ブルズの本拠地である。2020年には、XFL のタンパベイ・バイパーズも、本拠地とした。レイモンド・ジェームス・フィナンシャル社が、命名権を取得し、現在のスタジアム名になった。通称、レイ・ジェイ。レイモンド・ジェームス,スタジアムは、 バッカニアーズの新オーナーとなったマルコム・グレイザーの要望によりタンパスタジアムに代わるスタジアムとして建設された。1989年に取り壊されたマイナーリーグスタジアムのアルロペスフィールド跡地の隣接地に建設されている。完成時点での総工費は1億6850万ドルであり、全額が公的資金で賄われた。建設中は タンパコミュニティスタジアムの名称で知られていたが、1998年6月にセントピーターズバーグに本社を置くレイモンド・ジェームス・フィナンシャル社が13年総額3250万ドルでネーミングライツを獲得した。2006年4月27日、2015年までのネーミングライツの延長契約が締結された。2016年5月、 バッカニアーズは同社と2028年までの延長契約が締結されたことを発表した。1998年9月20日、スタジアムが正式にオープンした。初戦はバッカニアーズがシカゴベアーズを27から15で破った。1999年5月20日には初のサッカーの試合が開催され、タンパベイミューティニーが DC ユナイテッドに2から5で敗れた。 1999年以降、毎年1月1日にカレッジフットボールのポストシーズンゲームであるアウトバックボールが開催されている。また2018年以降、ガスパリラボールが開催されている。2008年及び2009年の ACC チャンピオンシップゲームの開催地として選ばれた。AAC のサウスフロリダブルズのホームスタジアムとなっている。 ブルズのレイモンド・ジェームス・スタジアムでの最多入場者記録は2012年9月29日に記録した69,383人。この試合ではブルズがフロリダ州立大学のセミノールズを迎えた。レイモンド・ジェームス・スタジアムにおける最多入場者記録は2017年1月9日に開催された。 カレッジフットボール全米王者決定戦で記録した74,512人である。2009年シーズンを通してレイモンド・ジェームス・スタジアムにおけるバッカニアーズの試合は全試合完売となった。2010年シーズンは1試合も完売とはならず、地元でのテレビ放送が禁止されるブラックアウトの対象となった。これは2011年シーズン第4週まで継続し、 10月3日のマンデーナイトフットボールにおけるインディアナポリスコルツ戦でブラックアウトをした。また、モンスタートラックのモンスタージャムツアーが開催されている。衛星写真スタジアム正面海賊船最も認識されているスタジアムの特徴の一つは、北側エンドゾーン付近に鎮座する全長103フィート、重量43トンの鉄及びコンクリート製の海賊船である。 バッカニアーズが得点、敵陣レッドゾーンに侵入、または試合に勝利した際に海賊船のレプリカの砲台から放火がなされる。得点ごとに一度放火され、加えてバッカニアーズが敵陣レッドゾーンに侵入すると、スタジアムホストが海賊船のデッキ周辺にチームフラッグを掲げる。試合中の様々な場面でパイレーツオブカリビアンの予報が流れ、 船上から船の下の観客に対してビーズや T シャツ、その他無料の景品が投げ落とされる。そのエリアは多くのファンからミニガスパリラの愛称でも知られている。海賊船の船尾にはアニメーションのオウムが座っている。このオウムはリモートコントロールされており群衆の中からファンを選び出し、ラジオ無線で話しかけている。CBS にて放送された第35回。 スーパーボールでは、試合前や、ハーフタイム、試合後のゲームレポートは、海賊船の上から行われた。NBC にて放送された第43回、スーパーボール及び ESPN にて放送された2017年、カレッジフットボール全米王者決定戦の報道も、海賊船上から行われた。ダクトロニクス社製の200平方メートルに及ぶ2つの、大型ビジョン、ブークビジョンは、 スタジアム建設当時、リーグ最大の面積を誇った。2016年、大型ビジョンがリニューアルされ、両、エンドゾーンに890平方メートルの HD 対応の大型ディスプレイが設置された。バッカニアーコーブは、風化した漁村を模したコンセッションやトイレが設置されている。すべてのエリアが ADA に準拠している。第35回スーパーボール開催時には、 臨時スタンドがエンドゾーンに設置され、71,921人が集まり当時のスタジアム最大入場者記録を更新した。2017年カレッジフットボール全米王者決定戦まで最多入場者記録は更新され続け、その際にも臨時スタンドが設置された。2003年コーナーに設置されていた看板は回転式看板に置き換えられた。 2016年には鮮明なディスプレイに置き換えられた。レイモンド・ジェームス・スタジアムは2009年に行われた半年ごとの選手に対する調査結果によると NFL 第2位の芝を誇った。2016年はじめ大規模改修が行われた。最も有名な改良は前述のディスプレイの入れ替えである。合計2600平方メートルに及ぶディスプレイの合計面積は NFL で第3位である。また、音響及びラグジュアリーボックスの改良も行われた。2016年シーズン終了後にも第2期の改築が行われた。このスタジアムは、レイジェイやニューソンブレロという愛称でも呼ばれる。ニューソンブレロは、全身スタジアムのタンパスタジアムの愛称、ビッグソンブレロから派生している。時折シッツの呼び名も使用される。これは、 長年ローカルスポーツキャスターを務めていたクリス・トーマスがコミュニティ・インベストメント・タックス・スタジアムを略して誕生した造語であり、このスタジアムが全額税金をもとに建設された事実を揶揄している。1995年にバッカニアーズの所有権を獲得した直後から新オーナーのマルコム・グレイザーはタンパ・スタジアムがチームにとって不適切であると宣言し、 新スタジアム建設のためロビー活動を始めた。自治体がグレーザー家を満足させるほど迅速に動かなかったため移転の可能性を検討するためグレーザーは別都市へ表立って接触を始めた。タンパ及びヒルズボロ軍は新スタジアムを公的資金で建設する計画を発案し、1996年9月に住民投票にかけられた。 住民投票で賛成を受ける活動の一環として、グレーザーはファンが5万件の10年分のシーズンチケットの予約金をチームに拠出した場合は、新スタジアム建設にかかる費用の1、2を負担することを公約に掲げた。1996年9月3日、ヒルズボロ軍の有権者は、賛成53%反対47%の投票結果により、 30年間0.5セントの消費税を支払うことにより、新しい学校の建設、公共の安全及びインフラ改善、そしてバッカニアーズへの新スタジアム建設のための費用1億9200万ドルの公的資金投入を住民投票により可決した。バッカニアーズはチームが収益金のすべてを確保する一方で、スタジアム運営にかかる費用の大部分を自治体が、 支払うという内容のスタジアムリース契約にサインした。前タンパ市長のビル・ポーは民間に大使このようなコイン中の契約を結ぶことはフロリダ州憲法に違反しているとして契約差し止めを求めて告訴した。州裁判所はポーの主張を認めたもののバッカニアーズ及び自治体は控訴した。結局、フロリダ州最高裁判所まで持ち込まれ、 最高裁は契約が合憲であり予定通り新スタジアムの建設を続行する判決を下した。1996年10月31日、ニューオーリンズで開催された NFL オーナー会議にて、第33回及び第34回スーパーボール会場を選定した。マイアミのプロプレイヤースタジアムが第33回スーパーボール会場に選定された。アトランタ、テンピ、 タンパが第34回スーパーボウル開催地として立候補し、タンパは税金に関連する住民投票の成功によって有力となった。しかし、アトランタのジョージアドームが第34回スーパーボウルの開催地に決定した。当初、NFL は当日中に開催地を確定させる予定はなかった。2001年9月9日、 レイモンド・ジェームズ・スタジアムにとって最後の MLS の試合が開催され9932人の観客が集まったがミューティニーがコロンバス・クルーに2から1で敗北したアメリカ同時多発テロ事件により MLS2001 年シーズンはシーズン途中で中止となったがミューティニーはホームゲームを残していなかったミューティニーはこの後に解散となっている広いフィールドは サッカー開催にあたり、理想的であるため、国際マッチは時折開催されている。2003年4月、タンパスポーツ協会は、数百万ドルに及ぶ高額な財産税を回避するため、スタジアム所有権をヒルズボロ軍に譲渡することを提案した。バッカニアーズとのリース契約には、バッカニアーズは、財産税を支払う必要はないことが明記されていた。しかし、 バッカニアーズは拒否権を保持しており、自治体が試合日のセキュリティ確保のための費用をさらに負担し、また軍が購入したスタジアムに関する保険の保障範囲を拡大しない限り、当該計画を拒否した。この論争は2003年12月まで継続し、軍が法的に所有権を宣言することで解決した。変更点の一つとして、バッカニアーズは建造物の一部の所有権を 保有することとなった。バッカニアーズの承認を得るために、軍は結果として生じるバッカニアーズが支払う毎年の財産税を払い戻すことに同意した。2005年5月25日、NFL オーナーはワシントン DC で会合し、第43回スーパーボウルの開催地を選定した。投票により、レイモンド・ジェームズ・スタジアムは、ジョージアドーム、レリアント・スタジアム、 ドルフィン・スタジアムを上回り、開催地として選定された。2年近くに及ぶ、法的闘争の後、タンパスポーツ協会は、メイン州、ノース・バーウィックに本社を置く著名なスポーツシート及び、スタンド制作会社の発生シーティング社と和解に、至った。1998年の会場以降、発生者が制作した約5万席の座席が、赤からピンクに変色していた。 2003年にこの明らかな欠陥についてバッカニアーズは座席の入れ替えに伴う経費の請求を座席制作会社に行うようタンパスポーツ協会に嘆願した。2004年5月発生者が座席のサンプルを検査したものの変色を引き起こす原因を特定できずそれにより10年間の保証の範囲として会社経費で座席交換の理由がないとした。 しかし実際は、タンパスポーツ協会が保証内容として、変色が発生した場合は、発生者が座席交換を行うという内容を引用した。そして、発生者の代表ティム発生は調査のミスを認め、問題の発生した座席の交換にかかる150万ドルを負担する協約をタンパスポーツ協会と結んだ。伝えられるところによると、座席の変色は、 発生者の制作ミスによるものであり、原因は、紫外線防止剤の配合漏れによるものであった。2006年春に、問題のある座席はすべて、入れ替えが完了した。2015年12月、バッカニアーズ及びタンパスポーツ協会は、1億ドル以上の費用を要するスタジアム回収に関する合意に達した。交渉は、数ヶ月に及び、2015年9月に合意に、 近づいた際に、さらなる情報を望むバッカニアーズ側の弁護士によって、交渉は延長された。最終的に、少なくとも2900万ドルの経費を公的資金により賄い、2018年シーズンの開幕を別のスタジアムで開催する権利及びその他の情報を引き換えに、残りの費用をバッカニアーズが負担すると決定した。2016年1月に回収が始まり、 1> 第1期改修は2016年のシーズン開幕前に完了した。2020年2月に再行された XFL に所属するタンパベイバイパーズはこのスタジアムをホームフィールドとした。バイパーズは3年間の無償リース契約を結んだが、XFL は2020年シーズンのみをもって興行を打ち切った。様々な大規模コンサートが開催されている。 2009年には U2 が7万2000人を動員するコンサートを行った。その他のアーティストでは、ケニー・チェスニー、エド・シーラン、テイラー・スウィフト、ビヨンセ、イン・シンク、ワン・ダイレクションがコンサートを行った。2020年4月5日には、プロレス団体、WWE 最大のイベントであるレッスルマニア36が開催される予定であった。しかし、 新型コロナウイルスの影響により、フロリダ州の同団体のトレーニングセンターで開催されることとなった。ありがとうございます。